マイハー僕の心から、これは内面やら精神やら見えない言葉で書いたって感じた。全てそこにあるこの羽根かどうか探してて迷った。文字と中での迷路行き止まりにたどり着いたんだ。苦悩ではない見えた答え、光や身に変わるが丸だけ。読んだやつを脅しも慰めもする文章、その現象を起こすのよ。描くことを書き綴ろう、君に届くことを祈り、ペンを持ち名前を書いてチェックバイです。メッセージ性頼らずと沈黙の表現を思いのスポイト、ムーコンが最高の言葉になるなら俺は叫びしか持たない。道化でいい孤独の教師じゃできない、かつけつない感情の過剰が聞いたらの展開と記する体兄弟。お前の手紙に入れる平凡な言葉を使うあれみたいな要求の彫刻完成させ喜んでもらうために、あの人に気になれる。どっか形式は意識の底で静かにモニターしてるし、 MC の存在関係なし、この引き下げ自己完結と理解と思いの永遠のひらめっこなの。さあ理解されなきゃされないで離れるレッテルは独善独善、優しさ両極関係なく、いつかの誰かを描いて屈辱のクロッキー忘却もいい強くなる率、いくらでも共感埋められるが綴りの言葉ご存じ虚しさな。読んでもらう最善サックがセルアウト、確かになりたい理解の奴隷、愛すべき独断と偏見、自己満の密語を知らせずに、それには何を捧げりゃいい。感動楽しさ情熱が苦しんで、あなたの心から減るのは悲観でも言語でも僕は構わない。この手紙読み思いを知るっていう事実、それさえありゃ孤独があるってことさえ知られないのが最も残酷に決まってるやろうが。遊びとはその封筒、飛び切り気に入ってるこのミーの便箋したためよう。この時バカ配達にラッパー、できるだけ多くの人に届くようフローよう、明確に簡略化響け、音源こそ郵便箱です。気持ちの置き手紙で溢れかえ、3ピースか誰かの拍手が切手になり飛んでいけるのさ。郵送料は空想の解放でなく現実、オリジナリティなんてかぶったらかぶったで理解者は増え、そして宛名に書くのは俺だそう、他の誰でもなく俺へ、俺への励ましく上提案、俺への慰め誰かが見てると願いつつだから多分にはしないよ。もちろんそれで君の靴まで救えたらなおいい。ただ思いを理解してほしいのか、理解のための思いを描くのか、時たまわからん思いと理解、どちらをどれだけ消せればあなたの手紙でもわからん。最高の手紙っていうのもないから、また手紙に心を探してこの手紙をペンを置くのさ。Let the love